79.5 Radio Mayhem. Hello, hello, hello. Drive. Thursday.皆さんこんばんは。本日木曜日のハロードライブ、ハロドラは工藤遥とカントリーガールズの尾関舞と拳ファクトリーの広瀬彩香の3人でお送りします。この番組では月曜日から金曜日まで夜11時からの1時間、現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今時の女子トークをお送りしていきます。2005年の2月15日、はい、約13年前ですね今日から。あ、はい、なんとアメリカカリフォルニア州に YouTube が設立されたそうです、だから YouTube ができて13年ってことです今日で。13年でも、うん、どうなんだろう、なんか長いのか短いのか。そんな日ですね。なんかさ、そんなもんなんだって気もするし、うん、そうなんです、そんな昔からあるんだって気もします。そうすごい。なんかやっぱ最近ね、やっぱ YouTuber っていう、うんうん、こう職業がね、こうなんか成り立つというか、はい、流行してきて、ね、YouTube がね認識されるようになりましたけど、うん、だからすごくここ 3,4 年のイメージが強いからね、うんうん、なんかすごい感じがします。けど、なんとなく動画サイトのイメージって YouTube しかないし、みたいな、なんとなく知ってる気もするし、昔からみたいな感じしますけど、はい、なんかいろんなね、もう私たちの公式チャンネルとかもそうですけど、はい、いろんな動画いっぱい上がってるじゃないですか、うん、なんかこういうのが意外と好きなんですとかあったりします？いや、もちろん私広瀬はもうハロープロジェクト関連の動画もう上がったらすぐ見るんですけど、全部チャンネル登録してるので、ハロステっていう番組だったりアップカミだったりタイミータイミーとか、うん、まあそのそれぞれのグループの、うん、もそうですね、グッズランドとか、ユーフグッズランド、あ、めっちゃ見る、大好き、ユーフグッズランド大好き。あとあのバースデーイベントの、うん、ダイジェスト、CM の動画とかも大好きなんですけど、ハロープロジェクト以外で言ったらスライムを作って遊ぶ動画が、いや本当にいい音がするんですよ。音か。そう、でも見た目も可愛く作ってる人もいるんですけど、なんかキラキラ乗せたりとか、スライムにスパンコール入れて見た目も可愛いし、なんかこうその音もいい音だしみたいな感じで、結構流行ってるんです今。ああ、そうなんだ。そうだから私はすごい大好きでよく見てます。なるほど。私はですね、なんか多分海外のこうカラフルなスイーツとか、そう飴細工とか、そういうやつをこう BGM とともになんか10分ぐらいひたすらね一個の動画にまとめてるやつが結構何個もあるのよ。それを ただひたすら見てる。あなんかね、別に特に意味はないんだけど、なんかいいなって思うの。ずっとなんか暇つぶし動画みたいな感じ。そうそういう感覚でもあるし、なんか癒しされるもするし、なんかみたいな、なんとなくなんか詳しい理由はわからないんだけど、それが癖になりますけどね。大瀬子あります？前は自分の動画見ちゃいますね。まあでしょうね。そうですね、もう、まあ、もちろんハロープロジェクトの先輩方のやつとかもいますけど、うんうん、やっぱりカントリーガールズのライブ映像とか、うん、もうめっちゃ何回もリピート、この角度いいねみたいな思っちゃいますね。すごい楽しみですね、はい。まあ、ということでね、今後ももっともっとこう YouTube が盛り上がってくると思うので、ハロープロジェクトの動画ももちろん皆さんチェックしていただければなと思います、はいはい。ということで木曜日はこんなメンバーでお送りしていくので、1時間最後までお付き合いください、はい。まず最初のコーナーはこちら、深夜のパジャマ女子トーク。イエーイ。このコーナーは全曜日共通のお題ボックスに入っているテーマをランダムに引き、それをもとに女子トークをしていきます、はい。お題ボックスの中には各曜日のレギュラーメンバーが聞きたい話したいテーマを入れていくシステムです。はい、それでは今日も近所迷惑な暗いハイテンショントークをしていきましょう。はい。さあ、それではまずおぜこから引いていきましょう。はい、じゃあこちらで、誰のが出るかな。はい、2018年の初夢覚えてますか？野中美希ちゃんからです。初夢なんだっけ。初夢なんだ、なんかでも覚えてる。初夢って1月1日に見なきゃダメなんですか？いや、多分もう初めて見た夢が初夢。多分そうだと思う、まあ、それでいいと思う、うん。ただ覚えてないんだ、何にも。覚えてます。覚えてる。何？なんか私電車に乗ってて、うん、そしたらクラスの女の子がなんか
来て、それでなんか私のイヤホンをパッて奪うんですよ、うん、怖い。それで女の子がその同じ車両に乗っていた男性2人とそのイヤホンを取り合ってるっていう。何の意味わかんない、怖い。どういう意味があるんだろう。何、やだ、いや、わかんないです。そういう初夢でした。不思議。まちゃんあります？私はあれです、最近で覚えてる夢っていうか、うん、一番初めの覚えてる夢なんですけど、うん、あのハロープロジェクトのコンサートやってる夢なんですけど、あのなぜか私が浜ちゃんに、浜浦彩乃ちゃんっていう拳ファクトリーのメンバーがいるんですけど、うん、浜ちゃんって呼んでるんですけど、浜ちゃんにすんごい怒ってるっていう、何それ、やだね。しかも浜浦彩乃ちゃんってすごいパフォーマンスとかにもすごいストイックで、うん、あの結構ミスとかも少なくて、うん、でそのダンスとかも歌とかもすごい上手な子なんですけど、うん、なんか夢の中の設定で浜ちゃんはあの全然できないダメダメな子の設定なんですよ、でなんか私があの、まあ、曲が終わってはけた後に浜ちゃんがバーって私のところに走って、うん、今日も間違えちゃったごめんねって言われて、ね、何回言ったらできんの、なんだろう、どうしてそんなに間違えるのみたいな、なんかちょっとリアルだね、なんかリアルありそう。でもどっちかっていうと浜ちゃんがそうやってでもしっかりしてみたいな感じで言う方の子なので、そうなんだ、ありえないんですよ、うんうんうん、結構まず私が浜ちゃんに怒るなんてことが基本的にありえないので、だからすごい面白いなと思って、うん、あの浜ちゃんにその話したら、うん、あ本当だ逆だねいつもとみたいな、ちょっとよくわからない夢でした。リアリティやね、うん、私はなんか本当にこれ一体いつ見たかわかんないけど、一番こう何覚えてる、はい、うん、果たして2018年に見た夢なのかさえもわからないような話になっちゃうんですけど、はい、なんかねすごいお菓子とか、はい、スイーツとかでできた世界の話で、はい、でなんか兵隊さんと私と、はい、うん、でなんかあのポッキーのミサイルみたいなのが抱えて、ポッキーのミサイル、わかんない、なんかわかんない、なんか本当ね、それ超意味わかんない目なの。お菓子の鉄砲とかなんかそういうのをいっぱいこう身につけてて抱えて、でこうなんかちょっと紛争地帯みたいなところなんだけど、でも全部お菓子でできてるから超ポップなわけよ全部。それで、かわいい。そう、そしてなんか歩いてたら、うん、反対側から母親とうちの母親と兵隊さんの組み合わせが出てくるわけよ、でなんでか知らないけど兵隊さんに私ドーンと押されて、ももドーンと押されて、こう二人真ん中になんかこう出てくるわけ、行けみたいな、君に決めたみたいな感じで突き出されて、で兵隊さんがなんか銃とかいっぱいいろんなもん持ってんだけど、じゃんけんなの、なんかじゃんけんじゃんけんすんのよ。で私の一緒にいた兵隊さん勝ってママをもらうんだけど、そしたらなんか全然よくわかんない女の人が突然出てきて、なぜか私たちその人に連れ去られて、でなんか場面変わって、うちのママがなんかね、場面変わってなんかグレープジュースみたいなのをお花にあげてんの。なんでわかんないんだよ、ハロわかんない、何本当にやばい、何なんだこの夢と思って、そう面白い、グレープジュースあげてんだよママがお花に、グレープジュース、そうやばい。ですごい派手な格好をして、なんか ロリータファッションみたいな、ブリブリの格好してるわけ。実際じゃありえないの、うん、46のおばさんがそんな格好しないわって。いやいやいや、うちのお母さんに関しては絶対ないわけよ。なのにそんな格好してるママが謎にブドウジュースを放ってっていうよくわかんない夢を見たのが一番最新。なんだろうそれ、面白い、意味ある、なんかでも夢占いでさ調べようがないわけよ、確かにぶっ飛びすぎてて、そうですよね、そう例がないですもん、別になんか前の日にお菓子超食べたとかでもないし、ほんと原因がわかんないんだけど、不思議、なんか誰か同じような経験ある人いたら教えてほしい、意見を欲しい、もしねリスの中でいらっしゃいましたらね、面白い、はい、お待ちしております、不思議夢。はい、じゃあ続いてあーちゃんが来ます、はい、来まーす、はい、尾形春菜ちゃん、はい、自分の地元のいいところを教えてください。自分の地元のいいところですか、埼玉県、東京、神奈川、
あんまないよ。あれなんかアニメとか、はい、映画とか、あのアニメ映画とかの、うん、モデルとなった場所があったりとか、そういうのはある。あとなんかしんちゃん、そうそう、まあ、しんちゃんはね春日部だからだしとか、あの日見た花の名前僕たちはまだ知らないっていうアニメの、なんていうの、モデルになった場所が秩父だったりとか、はい、あと、あれなんだっけ、本社、なんか何かと本社が多いのは埼玉県。へそうそう、ファーストフードとかもそうだし、うん、チェーン展開されてるお店の本社が埼玉にあるみたいなケースが多い。へー、すごい、めちゃくちゃ知ってますね、埼玉県のこと。それしか知らないけどね。いや言って2、3個しか分かんないけど。全然分からない。え、でも東京でしょ。まあ東京なんですけど、みんな関東だ。そうですね、東京なんでもう山ほどあるよ。山ほどあるでしょ。なんか本当に東京にいるからこそ大阪とかにすごい憧れるんですけど、うんうんうん、でもやっぱりでも東京じゃないとこうずっと育ってきたので、うん、やっぱ住めないのかなと思っちゃうんですけど、うん、まあ、やっぱり一番は、うん、まあいろんなお店があるっていうことですね。いや本当だよね、何でもあるもんね。渋谷やら原宿やら新宿やら、うん、もうすんごい数のお店と人がいて、うん、まあもうザ東京って感じなんですけども、うん、あの私一回あの里山里海ムーブメントのイベントのロケで、うん、あの奥多摩の方に行ったんですけど、あのそこが本当に東京とは思えないぐらいの大自然で、うん、なんかもう東京ってこんな場所あるんだみたいな、東京都民でも知らなかったところに初めて行ったんですけど、うん、すごい感動しましたね。もう全く違うんですよ、都心から。別世界なんだ。もう全然考えられなくて、それがちょっとなんかこんなギャップがあるところってなかなかないなって思うので。そうだね、東京いいところだなって思いましたね。なるほど、はい、じゃああちゃん、私神奈川県なんですけど、うん、はい、その東京ほどあるわけじゃないじゃないですか、うん、そのいろんなものが、うん、でもやっぱり、まあ、神奈川人口第2位なので、うん、日本の中で、まあどっちかというと都会なんだけど、うん、なんだろう、人がごった返すほどではないっていう程よさ、うんうん、その都会すぎず田舎すぎないけどアクセスはいいみたいなのとか、うん、あとはまあやっぱり横浜とかの方に行っちゃうと本当にもうなんか近未来、ね、もう港未来とか、うん、横浜ね、これは本当に21世紀なのかって思うぐらいこう近未来感のすごいところがあったりとか、うん、あと横浜とかはすごく遊んだりとかするのも全然困らないですし、うん、いろんなお店があったりとか、ね、中華街もすごい楽しいですし、あとは何だろうな、でも本当に自分の地元で言うなら結構田舎で。あ、そうなんだ、うん、そうなんです。神戸市ファクトリーのメンバーとかが私のお家にバーベキューしに来たりとかしてくれるんですけど、みんなあの、まあ、駅から普通にこうバスに乗ってお家の近くまで来るとびっくりするんですよ。あ、そうなんだ。あ、神奈川だよね本当にみたいな感じで結構びっくりされるぐらい自然がこう豊かでのどかでっていう場所なので、本当に近所付き合いが未だにこうなんだろう、 あるというか、しっかりしてるんだそういうところが。なんだろう、まあ、さすがにお醤油貸してくださいとかはさすがにないよね。何しろその、まあ、マンションの住人の方とか、うん、あとは、まあ、一軒家だったらご近所の方とかとすごいみんな知り合いだったりとか、いいね。なんかもうそのお父さんお母さんが同じ学校の同級生だったとか、もうずっとそこに住んでるって感じ。もう自分のお父さんが中学校の後輩先輩とか、なるほど、っていうのがすごい地元愛が強いところはすごい好きだなって思いますね。なるほど、素敵ですね。はい、最後私いきます。じゃあこれ、さあ誰の、なんかオレンジのペンで書いてあるかな。あ、鈴木愛理さんです。はい、人工知能についてどう思いますか。AI 人工知能、Siri とか。 Siri も人工知能っちゃ知能ですよね。うん、どう思うか、どう思う、人工知能、どう鈴木さんすごい、なんか鈴木さんはどう思うんですか。どう思う。でもやっぱなんかこう、うん、一時さすごい流行ったじゃん、なんか、うん、LINE のさ、うん、リンナちゃん、なんかいたよね、人工 AI のなんかなんていうの、一緒にそう喋れる、喋ってくれる、LINE の話し合いだった時、そうそう、なんか機能があったんで、
ていうのが、そうだ、りんなちゃん、そうそう、一時ニュースになったりとか流行ったりとかしてるのを見て、へーって思ったり、あとなんか何だったかな、なんかその人工知能のそのりんなちゃんが、うん、なホラー世にも奇妙な物語じゃなかったですか、なんかでそのこれを検索すると、はい、こういう画面が出てみたいな、ちょっと怖い思いさせられるみたいな、そういうのがあったりとかして、でそれもなんか AI を使ってどうのこうのみたいなのをやってたから、まあ流行ってるだろうなっていう認識はあるけど、流行ってる以外のことが分かんないから、あ、でも愛は確かに便利だと思うんですけど、でもちょっとなんか怖いのかなって思いますね、怖い、ちょっと怖いよね、あの銀河鉄道999でなんかロボットが、うん、その星はロボットがこう大量発生して、その人間も、人間すらもうなんかロボットに支配されちゃうっていう、そういうのがあるんですよ。なんかいずれそうなっちゃうんじゃないかなって思っちゃって、うん、もう人間が作ったものよりもその作ったものの方が上になっちゃうみたいなことが、もうなんかこのテンポ、このテンポでなんかどんどん進化しちゃうと、うん、そうなっちゃうんじゃないかなって思って、でもなんかいつか超えるってもう今もう言われてるもん、怖い、なんかそうだよね、そう思うと怖くなっちゃう。でもさ、結局さ、はい、人間が作り出してるわけじゃん、それって、はい、なんかどっちが頭いいのか分かんなくなってくるよね。分かんないですよね、うん、だって作った人間は頭いいよそりゃけどそれより頭良くなられちゃって、でロボットがロボットを作れるようになってしまったら、もうなんか人類滅びるまでだから、 そうですね、そうなったらね、怖いけど、怖い、まあ、だからこう程よくね、ほどほどですね、うん、開発されるのが一番、うん、そうですね、日本のためであり、人のためであり、すごい、人間のためじゃないですか、うん、すごい、なんか勉強だわ、急なね、なんかちょっと哲学チックな会話になりましたけど、はい、はい、ということでこの辺で以上にしたいと思います、はい、他のメンバーは今後どんなお題を入れてくるのでしょうか。来週もここでしか聞けないトークを楽しみにしていてください。以上、深夜のパジャマ女子トークのコーナーでした。ここからは木曜日限定コーナー、本日はハロー駄菓子屋ドライブ、イエーイ。このコーナーは最新の駄菓子から昔懐かしい駄菓子を紹介しながら盛り上がっていく、深夜の飯テロならぬ菓子テロコーナーです。ということで今回はですね、ここに新たに追加された駄菓子が大量にすごいてんこ盛りあるので机に全部出します。あ、やばい、幸せ、待って、やばいやばい、危ない危ない危ない、だだだ、うわー、あー待って、残った、いや、え、本当にすんごい数ありますよ。じゃ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 、いやー食べたいよ、すごいです、やばー、パーティーだ、パーティーパーティー、はい、まあそれぞれ食べたいものがあると思うんですけども、あるよ、はい、残念ながら普通に食べさせてはもらえません。そうだね、仕方ない、はい、はい、今からスタッフさんが用意したチャレンジをクリアできた人から好きなお菓子を選んで食べれるというシステムになっています。はい、今回は何をしますか。はい、今回はですね、うん、まあいろいろ今までやってきたんですけども、ね、今回はハロプロソングイントロドンということで、なるほど、はい、今からハロプロ関連の曲のイントロを流します。はい、一番早く2曲正解した人が1抜け、はい、好きなお菓子を2個ゲットできます。2番目の人が好きなお菓子を1個ゲット、うん、で最下位の人は2人がお休み食べてるのを解説しましょうということで、それそうな、くれなくなったの最近、くれないんですか。そうなんです、3位の人は食べてくれないんだよ、選ぶ、選ぶ、私がいない間になんかひどいことになってる、まあ、勝てばいいんだからそうそう、勝てばいいんだから、はい、はい、じゃあそれではいいですかね、うん、準備 OK ですか。いいよ、はい、はい、ではハロプロイントロドン、はい、はい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 ジュースジュースの、ジュースジュースの、え、待って待って待って、ロマンスの土地だ、危ねえ、イントロドンの悔しいとこそこなんだよね、曲出てくるのにタイトルが出てこないって、ちょっと待って、早い、早い早い早い、さあこちらの曲ですね、うわー、はい、やだやだ、早いよ、悔しい、やったこれ、悔しい、悔しいね、はい、では第2問、ハロプロイントロドン、ねー、はい、待って、
ってちょっと分かんない。待ってねえ、これずるい、これずるいよ。はい、え、カントリーガールズで涙のリクエスト、ね、やった、もうずるい、これは最高、自分の曲だ、ラッキー問題ということで。あ、そっか、いきなり歌詞からだもんね。今あーちゃんが一人で遅れておりますけど、やだいや、え、だってそっか、次で決まるかもしれない、うん、そうだよ、次で決まる可能性、いや、でも絶対絶対もう当たりますよ、だってもう、うん、なんか分かってるもん、瞬発力も大事ですから、はい、いやだ、考える前に手あげよう、おおそれではまあもしかしたら次で決まるかもしれません、はい、第3問、ハロプロイントロドン、はい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 うわー悔しい、あーちゃんに答えてもらいましょう、いいですか、スマイルエイジさんのショートカット、はい、大正解、いや、わかりますよ、はい、すごいね、最初のボーだけでわかるって、なんかでも次でもうだ絶対1位決まる、次で決まるよ、いや、勝ちたい、さあ、それでは、次の問題で1位が決まります、はい、はい、第4問、ハロプロインドラドン、ベリーズ工房さんでウォント。てててててほら、てててててすごい、やったやった、早い、さあさあ、ほんとに連結になりたくないよ、いやー、でもまだチャンスはありますから、うん、1個もらえるチャンスがあるので、お菓子、そうだね、1個もらえるよ、次で勝てばいい、次で勝てば大丈夫、いやー、ダメだ、勝たなきゃダメ、絶対にダメ今日こそは本当に、ちょっと難易度上げてくださいって言おうと思ったけど、そしたら自分も答えられなくなる可能性あるからでもさ、ちょっと前の曲の方が強かったりしない、あ、ハロプロ、ちょっと待って、待って、うわ、緊張する、それでは、私とあーちゃんの対決でございます、いの、第5問、ハロプロイントロドン、はい、え、はい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 、周りの娘さんのぴょこぴょこウルトラ、これ私答えたかったわうわー、そう、娘さんの、そう、デビューシングルですよ、そうだ、嘘、待って、はい、ということでハロプロイントロドン、1位は私、工藤遥香、そして2位はあーちゃん、広瀬彩香ちゃんです、残念ながら、ビリになってしまいました、はい、おせこには、はい、駄菓子は食べさせてあげることができません、はい、解説を、なんで私はね、2個、あさあちゃんは1個、うわ、いいな、嬉しい、どうしようどうしようどうしようかな、でも春もね、この当たり前の、ね、ブラックサンダーとかあるもん、クラッカー食べたいんだよな、ね、何かも食べたいです、ね、当たり前だな、クラッカー、どうしようどうしようどうしよう、いいな、いっぱいあるもん、今日だっ だってで、そうなんです、今日なんかよりによって、うん、めちゃくちゃ多いんですよ、そう、机いっぱいに広がってて、今日あの追加されたんだよね、うわー、いいなー、今日こそ勝たなきゃダメだったわ、じゃあ私これにする、当たり前だのクラッカーと、はい、ホットケーキ、あー、おいしそう、この2枚にします、どうしようかな、よっと、マジでほんとこの企画大好き、春どうした、ほんとこれ大好き、あ、ちょっとやだ、ちょっと私これにしようかな、ポテトスナックのコンソメ風味、お、じゃあ私たちはここでいただきたいなと思います、いただきます、さあ今お二人とも同時に袋を開けましたさあ先に口にするのはドゥーさんか、ドゥーさん入れたあ、うまっ、どうですかお味は、うわ、パリッと音がした、ちゃん、おいしい、あ、コンソメ、素朴な味がする、当たり前だのクラッカー、うん、うん、両サイドからすごいいい香りがします、もうこれはあれだね、テレビ見ながら無心で食べるやつ、うん、あ、もうシンプルですね、なんかちっちゃくて、めちゃくちゃ美味しい、美味しい、コンソメ風味初めて食べた、いい、ね、え、いろんな味があるの、うんうんうん、そうなんだ、もうこれも多分似たような種類、ほんとだ、ほんとだ、カルビ焼き、カルビ焼きの味、うん、ある、よっちゃんいかじゃんいっぱいある、ほんとに、いや、私もう一個選んだ、ホットケーキもかわいい、いただきます、すごいミニサイズ、うん、そうそう、かわいい、これちっちゃい時によく食べたよ、うん、食べました、これは、うまさ、懐かしい、さあ懐かしの味です、さあ
うわーかわいい。ケーキいただきます。はいどうぞ。何これ、メープルシロップって書いてあるんですけど。へえ。あ、そうなんだ。メープルシロップがかなりあんこ、あんみたいにもっとこう硬くなった感じです。うまっ。おいしそう。懐かしの味。おいしい。めっちゃいい音するし。めっちゃいい音するこれ多分夜中聞いてる人ちょっとあれですね。食べちゃうねこれ、うん、めっちゃいい音。いいなぁ。 CM みたいなの最悪だ。おいしい。いや、おいしい。おいしい。もぜこおいしいです。本当においしい。いいですね。幸せそうで。ちなみにどれが食べたかった？ちょっと待ってください。でもなんかすごい新しいのがたくさんあるんですけど、うん、でもいくつかあるんですけど、チョコバット、うん、大好きで、ね、これ、うん、あともう一つこれ、うん、味チーズ、ヤマトの味チーズ。なるほど。っていうやつが、うん、美味しそうですね。いいですねって言っても食べれないんでどうせ。いいですけど。じゃあそんな拗ねてるおせこのために私が今、はい、勝手に独断で、はい、リスナーの皆さんに、はい、キュンとさせる一言。ドライブ中の助手席の彼女になったつもりで、はい、何か一言。何か一言、はいはい、ドライブで今彼氏と一緒にどっか向かってます、はい、そんな運転中の彼に、はい、おせこから素敵な一言、はい、差し上げてください、はい、準備は大丈夫ですか？はい、これの出来によって今ここに聞いてる皆さんの手が上がったらこの駄菓子プレゼントします。マジですか？オッケー。外にスタッフさんちなみに4人いるからね、うん、しかもみんなほとんど女子だからかなり強敵だよ。そうですよね、うん、これ女子めっちゃいっぱいいるからね今日。やばいよね。これ女子たちをもう、女子たちをもう、まあ、これ言われたら確かに惚れてしまうわっていうそんな一言。はい、わかりました。大丈夫ですか？はい。それではおせこのキュンゼリフまで、はい、3、2、1どうぞ。ねえねえ、そんな必死に運転しないで前のこと見てよ。どうですか？ちょっとどうですか？さあ前のこと見たら事故になるから。さあこのおせこのキュンゼリフ良かったと思う人手挙げてください。待って待って待って。ねえ待って。ねえひどい。さあということで最悪。おせこはこんなに頑張ったのに駄菓子を食べることはできませんでした。スタッフさんのなんかひねくれてるんですよ絶対。もう最悪。ただなんか恥かいたみたいな人になっちゃいました。もうただただただ聞いてる皆さんが得しただけで終わりましたね。そう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 。まあ確かに運転中に私のこと見ちゃダメですね。ごめんなさい。ごめんなさい。ちゃんと運転してください。ちゃんと前向いてね。前向いてください。さあということで、以上ハロプロイントロドンのコーナーでした。はい、ということでここではですねリスナーの皆さんから私たちがお菓子をゲットするためのチャレンジやぜひ食べてほしいおすすめの駄菓子などあればじゃんじゃん送ってください。宛先はハローアットマークレディオハイフンネオドットジェーピー、 HELLO アットマークレディオハイフンネオドットジェーピーまでお願いします。このコーナーでは毎回東海地方をはじめ全国全世界からドラえ場所やドラうめえものの情報を皆さんに送っていただいています。採用された方には社員ポイントを授与。ポイントが貯まれば平社員から5ポイント刻みで係長課長へと昇格していきます。ということで早速紹介お願いします。はい、ラジオネームずーちゃんアットマーク、静岡参加です。ありがとうございます。ありがとうございます。ハロドラ探偵社の皆さんこんにちは。こんにちは。初めてメールします。ありがとうございます、うん、今回私が紹介するのは知る人ぞ知る静岡限定の味炭焼きレストランさわやかのげんこつハンバーグです。さわやかのハンバーグを食べるために全国から足を運ばれている方もいるほどの人気です、うん、ソースがデミグラスとオニオンの2種類から選べます。ほうほうほう。ソースをかけずに塩コショウでお肉本来のうまみを楽しんだりミックスにするなど普通の食べ方もありますが私は迷わず一番人気のオニオンをおすすめします、うん、オニオンソースの甘酸っぱさと肉汁が混ざり合った時の美味しさはまさに格別、うん、今まで食べてきたハンバーグとは全く格別で間違いなく感動するかと思います。なるほど。この感動は一度食べてみないとわからないと思うのでぜひ静岡まで足を運び爽やかに来てくださいね。待ってます。なるほど、はい、この爽やかのねげんこつハンバーグ、うん、結構有名ですよね、うん、聞くんですけど
まあ、なんかこんな感じ、はい、こんな感じのハンバーグです。うわなんかねかなりね大きい。私もね聞いたことあるだけで食べたことないんですけど、うん、あのこんな本当にげんこつみたいな、うん、丸本当だ、すっごい大きい、全く平らじゃない、全く平らじゃない、ボリュームもあるなんて言うんだろう、うん、ハンバーグの形じゃない、うん、もう丸いよね、うん、ボールみたい、しかもなんか半生みたいな、ちょっと中がわざと赤身のまま出てくるのが、うわ本当だ、本来のこう食べ方というか、あ、そっか、独特なね食べ方のみたいですよ、ここ爽やかさんのはね。食べたい、まあ、実はね結構前にも紹介したことがあるらしいんです、うんうんうん、なのでまた改めて、ここでご紹介ということなんですけれども、はい、ポイントはどうしましょうか。どうしましょう、まあ、結構ね有名だからね。そうですね、うん、ちょっとは今回低めにいきます。じゃあそうですね、じゃあ3ポイントぐらい、3ポイントでいきますか、はいはい、ということで、ずーちゃんと静岡さん3ポイント獲得です。おめでとうございます。はい、ということでこんな感じで皆さんからの全国世界のドライネタをお待ちしております。じゃんじゃん情報を送ってくださいね。情報の宛先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp まで。以上、こちらハロドラ探偵者ザワールドでした。続いてはふつおたのコーナー。ここでは皆さんからの普通のお便りを紹介していきたいと思います、はい、ということで紹介します、ラジオネームおかえりちゃんさんからです。ありがとうございます。木曜メンバーの皆さんこんばんは。こんばんは。工藤遥香ちゃんは先日始まった個人ブログ春カメラがファンの中で大きな反響を呼びましたよね、うん、私もとっても嬉しかったです、うん、今までモーニング娘。としてやってきたブログももちろん好きでしたが、また違った雰囲気のある大人でおしゃれな写真を載せてくれていて、うん、毎回更新をとっても楽しみにしています、うん、そこで初心者でも簡単にインスタ映えするような写真をかっこよく撮るコツがあったらぜひ教えてくださいとのことですね。気になる。うん、そうですね、もうブログ始めたんですけれども、そうですよね、写真、うん、本当にありがとうございます。インスタ映えって、うん、なんかあのカメラが好きなので一眼レフのミラーレスカメラ使ってるんですけど、なんか なんだろうね、背景とかは気にするようになったかもしれない。へー、なんかやっぱインスタ映えするようなさ写真ってさ、うん、下とか背景がね、はい、基本的に白なのよみんな。白い壁とかで逆に色物の壁とか、はい、あんまりこうちょっと木っぽいデザインだったりとか、うん、あの茶色っぽかったり黒っぽかったりとかっていう背景を使ってる人があんまりいないなと思って。あで、あと無駄に余白を増やすとちょっとそれっぽくなる。あ、なるほど。そう、ちょっと余白をね多めにするとそれっぽくなったりとか、うん、あと食べ物とかを撮るときはできるだけアップにするんだけど、そのアップにしたときになんかちょっとこう切れるか切れないかぐらいのギリギリを画面いっぱいに攻めると、なんか迫力がね食べ物に出てちょっと美味しそうに撮れるんですよ。豚キムチすっごい美味しそう。豚キムチは豚キムチはごめん、マジちょっとふざけすぎちゃったんだあれは。いや本当に美味しそうです。くだらないブログをね、いやそう書いたんですけど、いやあのそうなんです、ちょっとまあ手出しにくいね、まあそんな安いものでもないのでカメラって、そうですね、手出しにくいかなと思いますけど、最近じゃあカメラアプリも結構優秀で、うん、こうフィルムカメラみたいに撮れるとか、うんうん、いっぱいあるから、ちょっとそういったアプリを探してみるのもインスタ映えするようなね、うん、写真を撮るコツの一つでもあるので、うん、なるほど、そうそう、ぜひカメラアプリ探してみるのもいいかなと思います、うん、ぜひ試してみてください。はい、じゃあ続いて、うん、ラジオネーム名古屋のさあやさんからです。ありがとうございます。ハロドラ木曜のメンバーの皆さんこんばんは。こんばんは。皆さんは毎朝朝ごはんをしっかり食べるタイプですか、うん、また朝これを食べなければ一日が始まらないといった食べ物などはありますか。私は毎朝パン、ヨーグルト、目玉焼き、グリーンスムージーとかなりがっつり食べないと元気が出ません。よかったら木曜メンバーの皆さんも教えてください。そうですね、私はかれこれ2年3年ぐらい、はい、あのブルーベリーヨーグルトをこう自分でなんかまあ作るじゃないけど、まあ、ヨーグルトにあのブルーベリー入れるだけなんだけど、で蜂蜜かけて、あのブルーベリーの色がヨーグルトに移るぐらいまでめっちゃ混ぜて食べるのが個人的にお気に入りなのと、これを食べないと始まらないっていう一品っていうか、なるほど、そう自分の中でありますね、そういうのは。
どうですか2人あります？私広瀬はヨーグルトとかもすごい好きなんですけど、うん、ヨーグルト朝食べると私お腹痛くなっちゃうので。あ、そうなんだ。そうなんです、お腹痛くなっちゃうので、うん、私が朝ごはんにこうライブの日とかに結構食べることが多いのは卵かけご飯ですね。へー、もうとにかく私卵が好きなので、うん、よく食べるんですけど、もう卵割って醤油かけて以上じゃないですか、うん、ご飯よそって、そうね、でバーって混ぜればいいから楽だし、朝からやっぱり火使ったりとかすると寝ぼけててちょっと、うん、危ないしね、危ないしねなので、うん、もう本当に何もなこう冷蔵庫開けて卵があればもう卵かけご飯食べちゃいますね。へー、大好きですね。いいですね。マイは、うん、朝は必ずパンなんですけど、そうだね、最近はちょっとコーンフレークにハマってまして、コーンフレークのチョコ味を、うんうん、こう牛乳がこう浸るか浸らないかくらいのところまで入れて、うんうん、でバナナを入れるんですよ。へー、でそのコーンフレークを食べ終わって牛乳がこうチョコ味になってるんですよ。ちょっと美味しい、それが最高に美味しいです。わかる、わかるよ。それがもう最近のルーティンですね、朝の。うん、いいですよね。まあ、ということでね、朝ごはんって本当にいっぱいありますし、うん、なんか食べない子も最近多いみたいですけど、食べた方がいい。そう、頭も働かなかったりね、うん、朝ごはん大事って言いますから、皆さんもぜひ朝からしっかり食べて、はい、お仕事に勉強に頑張ってほしいなと思います、はい、ということで皆さんからどんなことでもいいので気軽にじゃんじゃん送ってください。夜11時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れのお時間です。今回のハロドラはどうでしたか？うん、うん、まあ今回はおせこはね、はい、うん、ちょっと苦い思いしましたけどでも先週ね、たくさん、うん、美味しいケーキ食べましたから、そうそうそう、十分ですかね。そう、はい、でも未だに机の上に、そうなんですよ、おしまみたいな、すごい誘惑。このね、駄菓子屋ドライブのコーナー超楽しいですから。楽しい、楽しい、毎回やりたいぐらいですね、はい、楽しい、はい、皆さんもね、楽しんでいただけていたら嬉しいなと思います、はい、このハロドラではツイッターで番組に関するツイートもお待ちしております。ハッシュタグハロドラをつけてツイートしていただければ私たちが漏れなくチェックしますので、よろしくお願いします。そしてハロードライブの番組ホームページもチェックしてください。はい、レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます。はい、それではここで少しお知らせをしたいと思います。はいはい、まず私工藤遥香からなんですけれども、はい、現在放送中の、怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーというスーパー戦隊シリーズに、ルパンイエロー早見優美香として出演しております、テレビ朝日朝9時30分からですね、はい、もう2月の11日になんと第1話が放送されまして、うん、はい、こちら2話になるんですけれども、本当にね、うん、展開も早ければ、うん、今回は2つの戦隊がぶつかり合うということで、うんうん、今までとは全く違う面白さが詰まっているんじゃないかなと、うん、私も実際見ながらハラハラしつつ、なんか自分がスーパー戦隊になったってことに感動しつつ本当に一生懸命頑張っていますので、その姿見ていただければなと思います。よろしくお願いします。そしてカントリーガールズは先ほどもかけさせていただいたんですけども、カントリーガールズのニュー配信シングル書いておけしての I Love You が絶賛配信中です。こちらの曲はヒャダインさんが作ってくださった曲なので、とっても可愛い曲になっています。ぜひよろしくお願いします。はい、そして私広瀬彩香の所属しているこぶしファクトリー、そして小崎舞ちゃんの所属しているカントリーガールズは、もちろんハロープロジェクトの全メンバーが出演しているハロープロジェクト 20th Anniversary ハロープロジェクト2018ウィンターパーフェクトスコアフルスコアがただいま全国にて開催されています。2月24日まで公演続きますので、皆さんぜひお越しください。そして私たちこぶしファクトリーが昨年に主演を務めさせていただいた映画 JK 忍者ガールズの DVD が3月7日に発売になります。それに伴い3月10日に秋葉原にあるソフマップ秋葉1号店サブカルモバイル館で、発売記念イベントを行わせていただきます。ぜひイベントと DVD 合わせてチェックしてください。そして、本日の冒頭にかけさせていただきましたこれからだを含む両 A 面シングルが3月28日に発売されることが決定しました、はい、こちらとっても2曲ともいい曲になっていますので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。その他の詳しい情報はハロープロジェクトのオフィシャルホームページなどをチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。明日金曜日は
志賀さゆみさん、アンジュルムの上國料萌ちゃん、川村彩乃ちゃん、この3人でお送りします。明日も夜11時からチェックしてください。それではハロードライブ、ハロドラ木曜日、ここまでは工藤遥とカントリーガールズの小関舞と拳ファクトリーの広瀬彩香の3人でお送りしました。それでは皆さん、また来週。